はいどうもこんにちは、ショコラです、今日はですね、ショコラですだってショコラです、今日はですね、あのアロハシャツ、この間、鎌田さんのところでね、買ったアロハシャツのですね、紹介をしたいと思います。はい、こちらですね、このブラックこれですね、はい、こちらをですね、ちょっと紹介したいんですけども、これはですね、ちょっと着てみますとですね、はい、まあ3着今回買ったんですけど、前の2着が結構そのアロハアロハしてるちょっと鮮やかなイエローと、もう1個もユリの花のね、結構バーンといろいろこうガチャガチャした感じのアロハだったので、まあいわゆる本当に明るい夏って感じのアロハだったので、まあ3着目行くんだったら3着目ぐらいはちょっと落ち着いたというか、ちょっと趣向の違うやつでも面白いかなというふうに思ってですね、レギュラーでね、せっかく行くならって思って、これにしました。はい、あのね、黒の他のね、誰だっけな、パイナップルとかだったかな、なんかいろいろ乗ってる黒なんだけど、ちょっとカラーが入ってる方もあったんですよ。ちょっとそれもね、試着したんですけど、そっちよりもっとシンプル、ドシンプルにもうこの黒白のツートン、これでの方が潔いなと思って、はい、行きましたね。あとはもうほんと普通に、もう着るって決める前にもうすでに上野の日野屋さんでね、この間佐藤さんと、もう一人のね、あの日野屋の重鎮の方が着られていて、やっぱ1日に短時間で2回も違う人が着てるの見たら、やっぱ刷り込まれますよね。あ、いいなっていうのがね。なんでそれもあってね、どっかずっと印象残ってて、俺ほんと動画でも言いましたけど、編集作業するんで、編集の時に見返すんですよね。やっぱいろんなスタッフさんが着てるやつもあれば、自分が試着してるやつも見返すんで、その時にもう一回こう冷静になった自分が、あ、いいねってなるんですよね。だからあの時試着して、いやどうしよっかなって悩んで結局行かなかったやつも、編集の時にあれこれまだ残ってるかなとか、思いのほか似合ってんじゃ、いや行きゃよかったなとかも結構あって、これに限って言えばもう本当スタッフの方さんがね、佐藤さんが着てるの見て、あ、やっぱいいなこのアロハシャツっていうのはすごい思ってね。でまあ一応ちょっと試着してみたら、あ、俺も全然いけそうな気がして、俺個人的には似合うなと思ったので、黒白もいいじゃんと思ってですね、行きましたね。はい、これも本当にアロハアロハ逆にそこまでしてないので、すごい、なんだろうな、こういうツートンのシャツとして柄シャツとして着れるので、本当アロハ入門の、今年もしアロハ全然興味なかったけど、まあ行ってみてもいいかなみたいな人には、入りとしてはむちゃくちゃ向いてるような気がしますね。はい、なんかちょっと派手で恥ずかしいわとか、なんかアロハ年でもないしなとか、まあアロハに年なんかないと思いますけど、でもまあちょっとね、そういうのを考えてるんだったら、この黒白ツートンはもう1枚目には抜群な気がしますね。はい、これでなんだろう、アロハってこんな着心地いいんだとか、あとサンサーフさんのアロハやっぱ形がいいんですよね。なんかこのゆるっとじゃないんですけど、ちょっと風にこうレオがなびく感じとか、なんて言ったらいいんだ、今買いたてでまだピンピンしてるんで何とも言えないですけど、こうですかね、こう開けてきてたりとかした時とかのこの風にこうなびく感じとか、ゆるっとした感じが、なんたら言ったらいいんだろう、やっぱもうただそのハンガーにかけて飾ってるだけじゃ分かんない色気がすげえあるんですよね、アロハシャツって。だからそれをこうなんかこれ着て、あ、アロハめっちゃ良くないって気づくと思うんですよ、気づけると思うんで、そしたらじゃあ次はもうちょっとカラフルなやつ行こうとか、ちょっとパイナップル王道行こうとか、なんかそういうね、ちょっとスペシャルのめちゃくちゃヴィンテージの出たらめちゃくちゃいい柄のやつとか行ったろうとかね、そういう風にこう流れていくとは思うんですけど、その一発目、一点目としてはこの黒白はむちゃくちゃいい気がしますね。はい、俺的には今12、3枚目とかなのかな、なんですけど、黒白は持ってないし、黒白行きたいなと思ったので黒白行きましたね。はい、この感じはね、すげえいいです、すげえいいです。なんかもっとレオンなんでちょっと難しいですけど、本当夏になったら半袖にこのちょっとなんならこう袖まくって着たいなと思いますね。タンクトップでもいいですね。はい、って感じですね。ちなみにこ
これの、あれを説明しておくとですね、カタログをですねちょっと読みますと、ヒストリー・オブ・パラダイスという名前ですね。ヒストリー・オブ・パラダイス、1936年に創業し、後にハワイ最大の医療用品メーカーへと成長したカメハメハガーメント社の作品。同社を率いていた社長のハーブ・ブライナーはデザインへのこだわりが強く、自ら日本のプリント工場に出向き指示を出していたほど、一見するとシンプルな単色バッセンだが、ハワイを象徴する人気のモチーフを絶妙なバランスで組み上げた完成度の高いデザインとなっているということですね。はい、これね、青も良かったんですよね。まあもちろんブラウンも良かったんですけど、青もね、いいですね。黒がなかったら青でも良かったかなっていうぐらい、うん、でもまあ、うん、でもまあ、ほんと黒、これは黒が良かったな。本当に佐藤さんが来てくれててよかったな。じゃなかったら本当に良さにちょっと気づく。もうそもそも試着にも手が伸びなかったかもしれない一着なので、やっぱね、人が来てていいなって思った感じの、そのインスピレーションをこういただくというか、あれはめちゃくちゃ大事だと思いますね。はい、でアロハ買いたいなとか、逆にアロハ買いたいけど何から行こうみたいな、なんかもう気に入ったアロハがあるんで買いに行くとかじゃなくて、アロハが着てみたいけど何から行こうかなっていう人はあれですね、とにかく人が着てるやつを見まくったらいいですね。そしたら、あ、これこれっていう、俺が理想としてるアロハ像ってこれみたいなやつがあると思うんで、それに似たデザイン、もしくは色とかディテールとか、なんかそこら辺を目指して、サイズ感とかもねありますからね。結構ほんとビタビタで着る、ジャストで着る、オーバーサイズで着る、でも全然同じ柄でも雰囲気変わるので、そういうのもゆるっと着てる人を参考にして同じような柄とか行くのもありだと思いますし、なんかね、この人が着てるこのアロハの真似したいっていうのは絶対あった方がいいと思いますね。はい、佐藤さんも動画でというか、あの日着てましたけど、グレーのねロンティーに合わせてましたけど、グレーもいいと思いますしね。はい、白でもいいと思いますが、グレーも合うと思います。というわけで、最後に以降でちょっとやって終わろうかなと思います。はい、着替えてきました。ですね、もうあれです、王道というか、もう合わせたかった一番のって感じで、ブラックのデニムですね、パンツと、ブラックのパンツですね。はい、これはあのマルタ・マルジェラのパンツなので、結構形は綺麗ですね。そこまで細すぎない、ほんとちょうどいいストレートっていう感じなんですけど、それに、本当にこのブラックの、もうブラックブラックですね、もうブラックアンホワイトですね、ほんと、ブラックエンホワイトって感じですね。はい、こんな感じですね。だからまああれですね、すごくこう2色ですね、珍しい、俺こんな少ないことあるかな、色ツートンですね、完全に。まあでもこうやって着れるのがこのアロハのいいとこかなとも思うんですよね。はい、デニムでももちろんいいし、チノパンでも、でも何でもいいと思うんですけど、黒白のアロハなんても何だってあると思うんですけど、はい、でもあえてね、綺麗にもう着れるっていう、アロハだからってちょっと、そう、見る人は見たり、柄によってはね、ちょっとヤンキーチックにもやっぱなるアイテムなので、だからハードになりすぎちゃう部分があると思うんですけど、こういう感じで着れば全然ハードじゃないなっていうか、まあ綺麗には着れるかなっていう感じです。まあ言っても柄入ってるんで、見る人が見ればね、ちょっといかついって思う人もいるかもしれないですけど、まあまあでも全然ありだと思います。まあこれに本当なんですか、レイバンの黒いサングラスかけて、セカンドポーチみたいなのを持ち始めちゃうといかつっていう感じになりますけど、もうこんなカジュアルな感じでね、これにレザーのリュックみたいなのしようと、もう全然可愛い感じになると思います。キャップとかねかぶってね、はい、っていう感じですね。まああとこれは本当お好みでインとかしても全然ありだと思いますし、はい、なんかもうインしたらさらに可愛くなる感じもしますしね、ちょっとウェイターっぽいというか、ちょっと夜のバーの雰囲気にもだとなるような店員さんみたいな感じになるのかなっていうのもあるんで、まあ綺麗にも着れるいいアロハだなと思いますね。はい、まあどうしてもね、アロハといえばこう同じようなやつをこう派手なやつとか行きがちですけど、行きたくなっちゃいますけど、ついつい、はい、なんかこうこういうシックなやつもね全然ありだと思うので、ぜひぜひ一着と言わず、結構ね買い求めやすい、レギュラーなら買い求めやすい金額なので、本当に、ジャケット、冬にジャケット1枚ね、5万円のジャケット買うとか、
だったらそれが、夏だったら5枚ぐらい買えるので、ぜひぜひ一回ねアロハにバーンと3着ぐらい行ってみたらどうかなと思います。というわけで、まあ本日もですねこんな感じで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。またねー。